カール・ジェラッシュは、オーストリア・ウィーン出身のオーストリア系アメリカ人、ブルガリア人の科学者、小説家、劇作家である。元スタンフォード大学名誉教授。傾向否認薬の開発や有機化学への物理学的手法の適用、ステロイド等の天然物の構造解明等で功績を残し、これらの分野で1000以上の論文を表した。ウィーン出身。両親はユダヤ人。 1938年、オーストリア併合の後、家族と共に、ブルガリアのソフィアに逃れる。アメリカンカレッジオブソフィアに入学し、英語を身につけた。翌1939年12月、母親とアメリカに渡った。彼は1951年、メキシコのルイス・ミラモンテス及びジョージ・ローゼン・クランツと、共にプロゲスチンノルエチステロンの開発に参加した。これは、 プロゲステロンとは異なり、経口摂取しても効果が失われることがなく、また、天然のホルモンよりも、はるかに効果が強かった。彼の合成した物質は、グレゴリー・ピンカスと、超アキラ・サトルによって、まず動物実験が行われ、その後、ジョン・ロックによって、人の女性に適用された。その他、ジェラシは、カントール、S ジレンマ等の何作かの SF 小説も、執筆している。 この作品の中で、彼は、主人公のドクター・カントールとして、近代科学研究の倫理を探索している。2010年、王立協会外国人会員選出。蛍光否認薬の、生みの親、カール・ジェラッシー氏が死去ロバート・ディ・マクファーデン、カール・ジャラッシー、91、エイクレア・トール・オブザバース、コントロール・ピル、DS。 ニューヨーク・タイムズ、httpswww。nittimes。com。二千十五。零二。零一。アス。カール・ジャラシー。ダイズワットマイナス九十一。フォーエバー・ウォルター。ドリープ・リダクティブ・プラクテセス。アズ・ウェイクリエイター・オブ・ザ・ピル。html。二千十七年八月二十三日。閲覧。カール・ジャラシー。アン・エミネント・ケミストフ。六十三イヤーズ。アゴーシンセ・サイズド。 イホルモンザットチェンジドザワールドバイクリエーティングザキー、イングレディエントフォーザオーラルコントラセプテブノームアズ、ザピル、ダイドアットヒズホームイン、サンフランシスコオンフライデー、HE ワズ91、ヒズサン、デール、セットザコーズワズコンプラケーションス、オブレバーボーンキャンサー。ありがとうございます。